筑波の跡地になりました。でここに3階建ての7月から、はい、こちら側も、はい、今のところですね、はい、資材を集めるとか人を集めるとか、はい、トラックを集めるという通信では問題はないです。はい、全国から人で資材さまざまなお力添えをいただきながら今進めさせていただいている状況ですね。だんだん復興がスタートしたり、それを実感しました。復興が目に見える形でですね進んでくると町の皆さんにとってもですね明日が見えてくるということではないのかなということを実感をしました。まあ、やっぱりこの女性ならではの発想っていう感じがするんですけど、カラフルな雰囲気が皆さんに明るい気持ちを提供したいということで、カラフルな色を並べさせていただきます。使用車両が通ってくるほどトータル750両ほど。今回は先ほどの昭和39年の東京オリンピックの開会式においてブルーインパルスが晴れ渡る大空に大きな五輪マークを描き国民に希望を与えたことを私は今も鮮明に覚えております。ブルーインパルスの雄姿は希望の象徴であります。任務に一層邁進されることを切に望み私の激励の言葉といたします。農業は今後ここではできてやれないのかなという思いもありましたが、今年は50ヘクタールほど、新島の作付きができることが可能になりました。これ美味しそうだし、流通まで量を含めればものすごくマーケットが広いですし、世界でも成長していく産業なんですよね。皆さんみたいにああいう状況だからやころというそのガッツがやっぱり日本を復興に導くんだなと思いました。